ちびちびお稽古。こんにちは。今日はセリアで買ったこれらのものを使ってひのちゃんと一緒に数字盤を作って遊びます。スタート。このホワイトボード、こういうのがついてて引っ掛けれるようになってます。完成したらどっかに引っ掛けて使うのもいいですね。このシール実は8とか9とか少なくて1とかは4つずつあるんですけど、すごい少ない数字のところがあるので、そこを考えて作っていきます。綺麗にちぎれるよ。ちぎれるようになっとるんよこれ。もったいなかったけど、ちょっとこれよりちっちゃめでこれぐらいでピンクと茶色と合わせてこんな感じで切っていきました。ちょっと映ってなかったんですけど、この4つに分けたよりももうちょっとこっち側でざっくりですけど切っていきました。で、これできたね。で、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやっていく感じやね。やっぱり一番上お城感出すために屋根作りたいけん、もうちょっと気持ち細くします。早送ってますが、上にお城の頭が入るように微調整しました。磁石を使ってみます。使ってみます。じゃあこの磁石、うわすごい、超強力って書いてるだけはある。すごいよ、見てこれ。あ、くっつく、くっつく、すごいくっつく。何色ピンクの方に茶色い位置を貼りましょう。はい、貸してください。ちょっと待って、はい、2で、うん、これで交互にこうやって貼っていこう、うん、こんな感じでピンクの台紙の方に茶色いシールで、茶色い台紙の方にピンクのシールで交互に貼っていくことにしました。同じ色だったら見えにくいのでこうすることにしました。私が台紙の方にシールを貼って、ピノちゃんにマグネットの方にシールを貼ってもらうようにしたんですけど、色を交互に数字を順番に貼っていくのは結構難しかったようで、最初は戸惑ってました。シールが貼れたらこの厚紙をのりでくっつけていきました。一番上にお城の頭をつけて10まで完成ですね。この後は同じ要領で20まで黄色とオレンジで作っていきます。動画ではちょっとシールの数字の色が見えにくいんですけど、実際はとても可愛い色で出来上がったと思います。続いて30までを水色と黄緑で作っていくことにしたんですけど、次これ私が髪切ったりしてる間にひのちゃんに1から20まで並べていってもらいました。20まではしっかり普段数字分かってるのかなって思ってて、それ以降をなんとか習得したくて50までのこの数字盤に今回チャレンジしています。シールを貼っていく時もピノちゃんが次何、次何なんって聞いてくるので、24だよ、2と4で24だねっていうのを繰り返し言うようにしていました。続いて青とピンクで40まで作っていきます。例えば今言った24とかだったら42とかって作ってしまうこともピノちゃんあって、そこら辺を訂正しながら作っていきました。この数字盤で遊ぶことによって、その1から50までこう一個ずつ増えていく数字の増え方とか、24と42のその違いっていうのを、数の仕組みを知ってもらえたらなと思います。いよいよ作る方は終盤ですね。1から50まで全部数えていきました。ピノちゃんと一緒にマグネットを一旦全部上に、みんな遊びに行ってって遊びに行ってもらいました。そしてみんなお城の自分の部屋に帰るんだよって言って数字を並べてもらうことにしました。数字見ておくだけなのでわからんってはならないかなと思ってたんですけど、結構わからんって言って、これどこ、うーんみたいな感じで悩んで、結構時間かかって完成しました。今度は時間計ってみようねって、最近ピノちゃんタイマーにハマってるので、今遊びでしか使ってないんですけど、そのタイマーで測ってみようかなと思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。
この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。